準決勝ですねはいえっ、ー、と先行はどちらですか先手は、えー、星さんが多分三位抜けだったと思うので星さんではないかとあそうですね星さんという方です。こちら割とハレルトンセンターのフロンティアの大会によく積極的に参加されている方で今回も多分ツーバイ持っていあのあそうですね,ですね確かはい三ゼロから IDID ID と、はい、たまにお見かけするんですけど結構いつも違ったデッキを使ってらっしゃって 意欲的にフロンティアに取り,組んでる取り掛かっているそのプレイヤーの一人ですねさて戦術してるかなそうですね星選手が六枚ですかねマリガンしてるように見えます細川選手は七枚でキープですね結構悩んでますね さて星さんがまあ基本的にアグロデッキという形でなるべく積極的にクリーチャーを展開できるか、あとはホスカーフさんがまあ後手というのもあり、どんだけ裁けるかというところがまあポイントになりそうですね。そうですね。ただまあ青黒フロンディアの状況も打ち消し状も強いですよね。そうですね。プッシュ四、闇の掌握四、懐かしいですね。ちょっと闇の掌握はやっぱいいカードですね。はい、黒黒ですけど、対象のクリーチャーをマイナス四する。 で最新セットからブラスカのあ最新セットというかイクサランからブラスカの侮辱と,、えー、とアズカンタの探索も入ってより強化されたというデッキですねすごいですねプレーン増加に対してもブラスカの侮辱と、えー、ディサラローがあるので、うん、奥義は許さんぞとそうですねしかも、まあかなり盤面にも触れてあとライフゲインもできるのはかなりこういうデッキよくあのアタラカレッドみたいなデッキに押し込まれることも多かった、はい、とのことなのでこのブラスカの侮辱の2点ゲインもかなり,かり、うん、加点要素になりそうですね 今からああ,ーあなるほど,、ね、るほどアナウンス待ちでしたねすいません先ほどの準決勝のコメントを今更拾わせていた,だいただくんですがなのでエネルギー一つないとチクがそもそも足りなかったとなのであのさくでフェッチ切って四つにしていたって感じでしたねあれは先ほどの試合ア本当岡井さんとそのプレンゾウカに殴るかプレ,ク,レアクリヤクリーチャーじゃなくてプレイヤ殴るかの選択がかなりいいゲームで,したねですねさて平地から 島かなさあ今回の大同士こちらもねまあ、かなり、えー、スタンダード時代に、まあ、一世をふうしたと言っても過言ではないクリチャーでこいつと炙り焼きのコンボはすごいですからね5<点>さあ<っ>対する細川選手もしっかりアズカンタを設置して、うん 将来の糧としていきます。そうですね。まだクロックは似てるので、先に、まあ、ここで除去とかカウンターは組まるよりも。まあ、一回置いて、ここから全部残りをさばいていこうというプランですね。さて、ここで。うん、もう単純にクロックとして出していくと。そうですね。まあ、反動に無視の成功もありましたけれども、やはり、その、まあ、三タ目に三万のアクションの方。 まあ、どうせ戻すクリーチャーってほとんどいない、もうデッキに本流の機械巨人とスカラムの神しか入ってないので。ここは同じ二点なら、あのかさばらないように、サムのアクションをしっかりしたって形ですね。いい判断だと思います。あと、無視の霊魂より、反射の方が除去られづらいから、いいですよね。その無視の霊魂だと、強いから、すぐ除去されそうですけど、<ー>反射は <laughs> 単純に除去ロキが行い、行わないんで。そうですね。これも今、今致命的な一押しを。 その温存そせあ、ね、の霊魂はこれで最終的にまた対応を迫ることができるのでさて、細川さんは除去、まあまあ、を打ちながら土地を並べていくという実にコントロールらしいムーブでスさんもクリーチャー展開していますがちょっとラインナップが寂しいです、ね、そうですすねねそう手札には一応栄光をもたらすものと虫の霊魂が、えー、控えてはいるんですが それだけクリーチャーで序盤殴って、えっと、最後の方ですね最後の数点を、えっと、稲妻の一撃やかき立てる炎、まあ、ジェスカイの麻薬といったその本体火力でとどめをさせるかというのが基本的なゲームプランになっていくはずです7点ぐらいまで落としときたいですよねそうですねそうでないとちょっとクリーチャーだけで最後まで削りきるのはちょっと現実的ではないのでさて、まあ虫の霊魂を出して除去をケアしてからアタックと。 さあただまあここまでちょっとクロックが増えてしまったのでえ反射馬同士もうすでに乗るかないようなものですが対処していくことになりそうです手札にブラスカの侮辱が複数枚見えたので1枚当てそうですね,ここですね、まあ、1体ずつもう細川さんからしたらまあどれも同じパー2のクリーチャー全部入り込むみたいなものなのでもう1体ずつ丁寧にさばいていくという形ですかねさあこれでライフゲインをしたのでこのたんのライフスイはなしと。 だって星さんは赤赤が出てないのかなもう現状がホスカー選手のペースですね手札をさほど消費することもなく綺麗、ね、に1対1でさばいていってここまでターンが経過しているのであとはもういつアズカウンターが変身するかという形になりそうですねさあここはもう余裕を持って通したので打ち消し順も手札にはあるんじゃないかと思います、うん、ざーっとそして見えます、ね、さあいきなり 相性的にはどうなんですかねジェスカイアグロの方はメインに、えー、打ち消し呪文は呪文トライぐらいしか採用されてません、うん、サイドボードには否認とか、えー、軽蔑的な一撃が追加される形になってますそうですねまあ、もしかしたらこの没収の局場とかも入れるかもしれないですね青巨人とまあ、ディグの防げるので墓地を追放していくアーティファクトですねなのでメインボードはちょっとジェスカイ側がその策薄でしたりとかまあその稲妻の一撃も あの残りライフが数点までにならない限りはずっと手札にちょっとその捨て札となってしまうので死に札なのでちょっとこのマッチアップは少しアウクロの方が有利なのかなどうですかねかなりアズカンタがあるかどうかというのにも左右されそうなんですけれども1対1交換していってそのゴールがすでに細川さんの方は設置してあるのでだいぶ有利に働けそうですねさあそして頼みの綱の回転向きもしっかりさばいて、はい。 もう全部いいていくとこれでライフスイはまたなしとそうですねでもうそろそろアズカンタは1回ディグを打っているので墓地は枚数自体はすごく少ないですねとはいえもうあと2枚手札には本流の機械巨人もありがぜん細川3ページという形ですねバンジャックですねこれでフェッチランドを置いたので次のターン、えー、現時点だと変身も,もう確定しているそうですね ささらなる侮辱 <laughs> ブラスカの侮辱強いですねこのマッチアップいや3枚全部引いたのかなフロンティアの青黒コン見てて思うんですけど盤石感半端じゃ,じゃないですか返せない <laughs> おしかし、うん、ああ <ー S 2> これも許可も持っているそしてアズカンタも余裕で変身条件を達成、うん、こういう1対1のカードが交換が多いのであの軍藻ラブの突発のように1体で複数のパウントを出せるカードはかなりきついというふうには聞いたことありますね、うん 例えばドラゴンの餌とかそういう小さいトークンをたくさん並べられるとまあそうですね単体除去ばっかりですもんね<う>今のところなんですけれどもなのでこういったマッチアップだと先ほどのとギデオンのような複数枚分のカード仕事をするカードがない限りはちょっと厳しい形になりそうですねさあそしてディグからの反射馬同士をブロックするんですかねこ,こはさあディグの2枚目と不許可が手札に入りました 機械巨人からディグはちょっとこれ法に触れてるのでは <laughs> なんかなかモダンでもできないムーブですからね <laughs> レガシーでさえできないですからねさあ反射私し戻したけども、うん、うんさあそしてこれで無情にも紛争を達成してしまって反射も撃破 <laughs> しかも次のターンは唱えられませんがえーと次の星野のターンでは唱えられるのでフラッシュで れて塗オスカー選手の完勝ですね、これはそうですねかなりもう2ターン目からもすべてをさばききって盤石というもうコントロール最高のムーブで1本目をえと取りましたこれ、けど本当にこういうジェスカイみたいなデッキに対して2点めっちゃ効きますね、ないとだって6点違ったわけですからね、もっと違ったかな今。今、え、点、ー、点か6点ですね ね、残り最後11とかだったので、まあ、あれが5とかだと火力で削れるかなという夢も見れるんですけどです、ね、フルタップになったところに火力、火力みたいな形で死ぬんですけれどもいいやすごいですごでね11、6点分のライフが、うん、水増しされてたわけで,そうです、ね、あれが全部、普通の致命的な火押しとか闇の掌握だったらまあだいぶ違ったんですけれどもまあそれこそヒーローズダウンフォールとかでもライフは保っててなかったわけなんですが。うん 青黒子いいですね、盤石、盤石感、<laughs> そうですねこれ、もう、青使い、コントロールフリークにはたまらない,キに,、ね、いや本当に途中からこんなゲームがしたいなって思う <laughs> あの場で変わってほしい感じですけど、前モダンっの、えー、と松田優樹さんが、はい、フロンティアンの挑戦者決定戦かな。はい にえっとで優勝した時はもう青黒、こういった青黒だったんですけど、その時は。えっと、まだ戦なんとか出てなかったので、あのドローソースが巧みな軍略だったんですよね。そうですね、巧みな軍略からディグを打つ青黒コンで優勝したんですけど。その巧みな軍略がもうすでに抜。すけえパーカンタに。タにすんげーパワーカンタに。そうですねもう。ただのドローソースからいきなりフィニッシャーになりましたからね。あずカンタ本当に一人でやってくれると評判ですからね。 それはまあレガシーでも使われるっていういやもう余裕です強いそうですね一応解説をする体だったのでそうですね <laughs> あとやっとこうかって <laughs> 途中から青巨人出すぐらいからあとやっときましょうか <laughs> 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 そうですね僕ミッドレンジとコントロール好きなんですけどコントロールってやっぱここまでコントロールコントロールしてるのってなかなかないんですね最近はなかなかビートダウンがすごい強いんで抑えきれないことが多くて なかなかこれぐらい本格的なコントロールができることはないんですけど今のアクションもほとんどスタンダードの完全上位コアみたいな感じでしたもんねやっぱ除去いいですよね本当に除去が強いやっぱ闇の昇悪ってカードがすごいですね素晴らしいですねこれさえあればキラン号も何のその そうで今はこんなに青黒コントロールの強さをまあ発揮したところですがまあ昨日はえとフロンティアーシーンのトライアルがあったんですけど昨日の優勝は確かアタルカレッドでしたねアタルカじゃないえっとラムナプレッドもう完全赤タンでスタンダードチックな感じねけどやはりそのクリーチャーのラインナップが強くて送走走員の速送ですとかまあえっと突発ですとか。 あとケラル通りっての修道士合ってる？2万21の <laughs>、えー、果敢持ちで、えー、あ<ー>、そうです、こいつですねえ。もうちょっと偉かったですね。修道院長でした。修道院長、<laughs> 修道士じゃねえぞと。とかまああのかき立てる炎ですとか、かなりもうめちゃくちゃ打点が高い。赤単が昨日は優勝したのです。まあ、なの実際こういう青黒クコンが流行るんだったら突発は強そうですよね。そうですね。もうえっ、ー、とゴブリンドラゴンの餌突発かき立てる炎を。 でラムナップの砂漠みたいな形の確かにラムナップも青黒コントロールやっぱスタンダードでも嫌がってますねそうですねもう昔の、えー、とラムナップの砂漠があった時代は青黒コントロールとラムナップレッドは長期戦したらなぜか赤タン側がそうマナフラとしないでそっちをマイタン投げ続けて勝つっていう <laughs> まあちょっとねディグがあるんでその辺も違うかもしれませんけどね,そうですねスタンダードに関してはちょっと青黒コンとかは手札の補充がなかなか難しいのでその点、えー、フロンティアの青黒コンはディグという最強の回答があるので さてサイ,ドを今サイドボードをしてこれから2本目という形です。まあ、星さんがどういったサイドボードをえーと搭載したかあとは細川さんは2723、イキある励機体こういったカードで多分えとそのライフゲインおよびブロッカーとして対抗するんじゃないかなあさ早速手札にりますと、ね、この辺難しいですね、ほえー、星選手としてはやっぱり除去基本的に無駄カードとされる除去カードは抜きたいんですけど細川選手がそういったクリーチャーをサイドにしてくるんだったら残さざるを得ないと。 1ターン目、フェッチからですがこれはおおむねタップインになるのかな手札次第ですね基本地形致命的な一押しがあるかどうかあとはまあ基本地形先に2枚並べておくこともデッキ次第では意味がありますけどね、まあ、2色のデッキに関してはあまりなさそうですがそうですね3色のデッキだと、えー、ゼンディカーのランドがたくさん入っているので先に基本地形,基本地形って基本的なそえてそこから並べ続けるという展開もありますがバトランを並べ続けるという感じで,、ね、でしたね。さあ スレイベン2体とまあ、比較的おとなしめの2ターンを過ごした星さんに対してさあ出ましたサイドボード早速でかいピタッと止まったさて除去があるんでしょうか稲妻の一撃や策白かきたてファイヤー見えますねあじゃあ,かき,たあかきたてそうですねはい消臭です、ね、懐かしい <laughs> 強いこのガードいいカードもフロンティアを象徴するカードですよねそうですね赤系のビートダウンには大体入ってると思います これをギャンコマから打てるとなったらテンション上がりますね。そうですね。<laughs> <と>ギャンコマといえばしし最録ですね。そうですね。だから次のセットでドミナレが入れば。確かゴブリンのおっとおおチャンドラ強い強い。さてえっ、ー、とあまりその稲妻の一撃とかはあまり残したくないですけれどもまあ今のかき立てる炎とまあチャンドラっていうその最高の二枚でしっかりと盤面をさばきましたね。特にチャンドラは大きいですねこれは。 プレッシャーとしても最上級<あ>そしてブラスターの侮辱がないさてこのチャンドラというカードいや強いです神 <laughs> 神チャンドラ場に触りつつドローソースにもなってフィニッシャーにもなるっていうかなり、まあ預かんだほどではないですけれども、まあ、このプレンズウォーカーも一人でできるもんとしてさあ細川選手ディグもないそうですねこの4マナあってアクションが取れなかったというのはちょっと痛いですね 丸々1ターン分の、まあ、ライフ4点損していったん過ごしたという形なので細川選手はディグと、えー、ブラスカル侮辱がないというのが今、えーと、本流の機械巨人は手札に見えたんですが他に有効な手札がああるのかさあそして、この間に星選手は、えー、調査を意見を捧げて手札を補充しながら。 レーベンの、ね、手がかりドラも懐かしいですね懐かしいですねいつ引いても嬉しい一番のクリーチャーとして調査っていうギミックがすごい好きなんでいつか基本セットまた出るらしいので帰ってきてほしいですけどねそうですねもう、まあ、アドバンテージの塊ですからねさてああもうたまらずいいもう9 <laughs> これいい判断ですね割とこういうクリーチャーに除去を当てるのを嫌がってあのずっと無限に投げられ続けてる,いけると方とかもいらっしゃるんですけど、まあ、そこは 多分、えー、細川さんもその経験が豊富なのであの1、2に最後まで殴られるぐらいだったら速いターンに除去を打とうそういったところでとここで6枚目の土地がなかったんでしょうね、機械巨人が出ればまだ逆転のチャンスもあるように見えたんですが残念ながら土地が5枚でストップしてしまい2体のプレーンズウォーカーで。あっという間に すごいですねやっぱチャンドラギデオンってあれスタンダードあった時あ僕もああいう気持ちになってました、ね、あ出ちゃったわ <laughs> 無理無理無理,無理あ揃ったけどみたいなもう片方ですら無理なのにそうですねやはり今も細川さんがその割と多分致命的な一押しで手札をキープしたまあ割と普通のハンドで致命的な一押しとその最キある霊体というハンドでキープしたところに除去あまり打ちたくない えと検査官セレブの検査官と、はい、プレーンズウォーカーという形でかなりそのミスマッチが発生してししてままいましたねまあ少し前のなんかマルドゥのサイド後みたいなそうです、ね、プレーンズウォーカーコントロールに変換するような変身するような形のサイドプランがはまった形でしたね、まあ、やっぱプレーンズウォーカーとんでもないですね最近の皆さん本当1体で勝っちゃうからチャンドラいいですね、にサ最近ある冷気体。 で、はい、したりカリタスとかを除去した後に1枚で買ってくれあ、ね、はにチャンドラ出た直後とかの,あのミドクロ系のスタンダードのデッキは割と期待、はい、ですとか赤系に、まあ、カリタスをサイドインするけれども相手も同じようにチャンドラをサイドインしてるからあれ何これみたいな形で良くなってましたね,ね相手側はチャンドラがしかも盤面に残ってしまうという1対1交換になったら別にいいんですけど。 チャンドラさんはやり手なので、そ,でね、<laughs> その後盤面に残って。くれるこのマイナスで4点のこの四点の値をね、決めた人は結構仕事ができるのかできないのか。3点にしてほしい。<laughs> そうですね。四 <laughs> 点で。これが4点だから、かみチャンドラって言われてる所以みたいな。そうなりますからね,すね。3だとね、もっと全然焼けなくて、困ってましたからね,ね。4は本当にどこまでも、大体のクリーチャー殺せますからね。 さてあっという間にこれから3本目ということです早いですねそうですねお互いしっかり出来の見せ、えー、場を作って今から3本目に突入するわけですがさあで細川さんは、えー、と3本目にして初めて待望の先手となりますねまあでもやっぱブラスカの侮辱は本当に大きいですね、うん、今みたいなゲームになってしまうので1枚引けてると全然そうですね青巨人4枚あるのでその侮辱の方が3枚しか入ってなくて、はい、まあこの侮辱を1枚引けてるかどうかはかなりゲームに影響しそうですね。 こう見てるとなんかブラスカの侮辱単純に4でもいいのかなって気がしなくもないですけどやっぱり同型で腐ったりとかそういうのがですねそうやはりその4結局4番のターンってそもそもディグでもいいターンなんで、はい、そのやはり初手に2枚かさばるのが嫌ななんじゃないでですすかねね、まあ、そうですね確かにこういうフロンティアのデッキだとディグで探せるから3枚で十分という判断ははいありそうですね、えー、っと土地がない細川さんはえー、っとまあ島が1枚だけのハンドだったので悩まず、理、ま、観、あ。 一方の星さんはどうですか一応土地は青赤土地と平地なので問題なくスタートできそうに見えました虫の霊魂、スレイベン、カマキリのみたいな形でかなり一二三っていう綺麗なムーブが見えそうでしたね使われてなさそうですね2マナの針はそんなに今日のトップエトリストを見る限りはほとんど使われてない <laughs> 誰か入ってた気がしたけどな気のせいかあ気のせいかもしれないですね あ、入ってましたねソーサラススパイグラス本当に2枚入ってますねえとトップエイトで惜しくも敗れてしまった平沢さんという方ですねのジェス会にはサイドボードで2枚入ってましたあのフレンズオーカーを止めれるのと多分レイキチメタだと思いますねあ、なるほどレイキチ、まああとサヒーリコンボなんかにも効きますね,すねサヒーリ止めたりレイキチ止めたりという形でまあ採用したということでしょうきっとさあホスカ選手沼スタート 預かんたかなということはメインで動いてるからそうですねそれ以外今は2枚でメインで動く確証ないですもんねあれ平地ゃなかったのかなスレイベンがなかったのかああさあ星選手は3枚目の土地は引き込めてるように見えましたのでギルダメランから虫の霊レコン1点食らった さてお互いまあいい二ターン目を過ごしてえーとさて再起ある霊体細川選手はけたらちょっと土地がもうないですかねそうですねうわー強い,ー強いえーサイドボードに一枚採用されてるシレニューのゾギデオンこれはいいですねえーと相手のハンコン止めつつその致命的な一押しが食らわないまあアタッカーとしてもあの殴れるのでまあやっぱりプレーンズオーカーは青黒コントロールにとってはやはり対象法がどうしても限られてしまうので さてああ途中を引けないそして青青がないそうですね不許か不許かカリタスと思っていてただちょっとターンを飛ば,飛ばすことになってしまったという形ですねさあ星選手はここで回転容器を追加してさあ引いたということは土地かなフェッチっぽいですねフェッチですかねはいこれこのあふ、えー、れかえる岸辺によって、えー、と青黒の えーとバトルランド名前なんだっけと三剣ハローですかね沈みゆくうんと全然違いますね多分全然違ういやいやくぼみシッチとかだった気がするけどあくぼみ帝国。くぼみなんとか <laughs> 全然違うっていう三剣といえば沈んだと相場は決まっているサンクンルインっていう青空のフィルターランドがあるので、ね、<laughs> さあそしてここでえーとカリタスを持ってますがカリタス出さずに不許か構えてエンドですかね でエンド前に稲妻の一撃が飛んできたのでこれをいやこれはけどどうやったも厳しいですねもう星選手は誘ってるぐらいの感じですの、ね、です、ね、もう現状、ギデオンでしっかり抑え込めてるクリーチャーに対して、うん、まあ隙を見せれば殴りに行くという構えではあるんですけど、まあ、細川さんとしてはまあこの、えー、とーサイキャンの歴体がいなくなると今度はギデオンに殴られてしまうのでうそしてというのが一つ。さてて最高のドローじゃないですかもしかして 栄光ですか 2>, いや2枚目の2枚目ですかそしてさらに<っ>ジェスカイを象徴するカマキリで乗ってギデオンを10点10点ールータールーター手打たずにモントロイ,トライ <laughs> 鬼の所業 <laughs> 一気に後がなくなりました細川さん細川選手ここでまあ、まず えーとフリップしてブラスカの侮辱ですかね一番欲しいのいやでもそれだと間に合わないなブラスカの侮辱を落として青巨人ぐらいじゃないとちょっと厳しいですねそうですねブラスカの侮辱を落として青巨人出してギデオンをブロックしながらブラスカの侮辱を打つくらいですかねとりあえずこのターン青巨人絡みじゃないとちょっと奇跡は起こらなさそうとりあえず闇の掌握が落ちたので最低ラインは担保できたのか ちょっとブラスカの侮辱じゃないとライフがもたなさそうですけどね,そうですねコントロールの弱みのやはりちょっと土地が止まった一ターンにちょっとアグロディッキが思い切り突き込んだ形ですねお、カリタスさあしかしカマキリ自体はギデオンそうですね飛行クリーチャー3体いるので星選手ここのドローがジェスカイの魔除けともう何でも<わ>何でもありませんと。 ということはまあ多分ギデオンをクリーチャー化してえっ、ー、と回転翼機に乗って飛行3体で殴りつつ火力とあれを構えるという形ですかねもう全員行きそうですけどねまた、あ、もうパッと見絶対に積んでいる、はい、<ー>そうですねはい星選手がここで怒涛の <laughs> 怒涛の攻めを見せて勝利という形になりますああああ